与党は自公連立を強調し政権維持を訴えました。日本国中誠に厳しい情勢の中で、我々自公、日本のために、次の時代のために全身全霊で戦っております。私たちはこの国の平和を守り抜かねばなりません。国民生活を守っていかなければなりません。口では政権交代を言うだけ。じゃあ交代をしてどういう政権を作って何をやるのか、その責任が明確でない人を選んでも何にもできませんよ。皆さん、政治とお金の問題は清潔な政治を進めてきた公明党が切り開くしかないと。一方、政治と金の問題を追及する野党は政権交代を訴えます。悪いことをやっても知らん顔、責任も取らない、こいつらには退場を願いたいと本気で思ってる。しかしそれにも増して今この行き詰まった社会を何としても変えていくために、私たち野党第一党に、私たち野党第一党は受け皿になりますから。税と社会保障、働き方、規制緩和、そういうことをパッケージでやって抜本的な構造改革をやる。まず消費税の減税、 2% 減税をして 8% にしましょう。ここで自民党にカツを入れて、タガをギュッと締める。今のままじゃダメですよ。何がダメかというと、今のままだと皆さんの暮らしがダメになる。取りすぎた税金は返して皆さんの手取りをまず増やそう。今回の選挙を通じて日本を変えていく、そして停滞した日本を動かしていきましょう。皆さん、やるべきは中小企業、小規模事業者の支援です。そして暮らしの応援です。軍事費2倍や大型開発、これしっかりと見直して、社会保障や教育の予算を十分に増やしていく。